ああ、前回はね、非常に申間にし合っ訳ありた。ませんでした。霧が降りってこいとはやー、セーフかな。まさかね、動画をファイルを、まあ、前半だけでよかったんだけど、消してしまうとは。でもって最初ね、25日って出してましたが、普通に26日でした。まあ、そういうミスもね、ちゃめっ気ですよ。ということで、間に合って君がいるってことはセーフかな。さ俺がいするっがてにことは今ダ日もメだ遅よ。刻じゃな。え、あれで？早起きは苦手？いや、今日も朝かなり早かったんだ。ああ、なるほどね。ニュース番組の収録でね。自慢だね。はいはい。帰りたまえ。街頭ダン騒ぎのせいで帰テりレビのた仕まえ。事が増えちゃって、学校には了承をもらってるけど、やっぱり学業との両立は難しいな。嘆くな、俺学業との両立やってるわ。バカ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 、で、アーホバーカ、泣き言ゴミ考カえちゃダス、メだね。ウジ虫、じゃあ今日も一日頑張ろうか。ミトコンドリア。ミトコンドリア。ダメね。6月ももう終わるってのにジメジメして、やーねー、いやー、どうやって発音すんの？そうそう、日本では梅雨の終わりを梅雨明けって言うけど、向こうじゃ The Rainy Season Closes 梅雨が閉まるって言うから注意よ。天気の表現って国それぞれ千差万別？千差万、ま、それじゃあミスターサイクラー、俺土砂降りを表す英語、これにある動物が出てくるの、なんだと思う？知ってます。犬。これだ。犬。That's right。正解よ。犬と猫が降るって土砂降りっていう意味なのよ。ほーん。知ってますけどね。諸説あるけど、土砂降りの雨音が、犬猫の喧嘩みたいだからっていうのが有力ね。英語以外でもヨーロッパだと悪天候を犬の天気っていうところは多いわ。今エアコンがついていることに気づいたから消すわ。消したら死ぬわ。消さないわ。ねえ、今の分かった？俺はこの世を4回も回しているので、タイムリーパーなので分かります。4回この問題解いてます。余裕です。他にもポーランド語ならカエルが降る、ノルウェー語なら魔女が降るとか、一口に大雨って言っても国の数だけいろいろ降るみたいね。そういえばこっちは猫が顔を洗うと雨が降るって言うよな。我が輩も綺麗好きだから毎日洗うけど、そんな塗りぐりだぜ。塗りぎりだぜ。いやいや、我が輩猫じゃないけどな。ということで。と言うておりますけど。言うておりますけど。今日も正直攻めたいんだけど、どうしようかな。攻めないんだよね。攻めダインのね、予定がすごく入っております。で、どうしようかな。でもレベルも上げたいけど、今のレベルで通用するかを確かめに行く価値は12分、いや2億分にある。2億分。札付きの君には関係ないか。何か聞きたいことがあれば。生徒会長について、貧困法制、先生からの信頼も、絵に描いたような誘導性、自分で立候補して会長になったの、誰もやりたくない役職なのにね。交渉について、不祥事が続いてから批判はあるけど、教育熱心で保護者からの評判もいいよ。鴨志田先生のこと以来、学校を立て直そうと頑張ってるみたい。渋谷について、詐欺とか恐喝とか増えてるって聞くね。他にも薬物とか売春の噂まで。情報が少なくて警察も動けないらしいよ。ここまで噂が出ておいてダメなんだ。渋谷について、あ、同じこと聞いてる。学校の様子について、最近は部活動の大会結果が出始めて、どの部も一喜一憂してるね。鴨志田先生の不祥事もあって、囚人は他校から変な目で見られてたし、やりづらかっただろうな。今度新体操の大会もあるんだって。例の特待生も出るし、結果が楽しみだよね。変な喋り方だな。嫌われるぞ。いい例ろ。優しく蹴って、あーん。そういえば今日、PS5 版 P5R の情報がちょろっと出ててでしてね。消しちゃった。これですか？え、顧問官だっけ？なんだっけ？顧問官だっけ？あった。これ以上のペルソナを宿すのは不可能です。ねえ、って。君に、不審、え？あ、すごいね。いい感じだ。紙だけで耐えてんだけど。私、もうあなたから離れない。その仮面がその証。夫婦。そうやって読む。上下なんだね、イントネーション。よし、これで約束の品を作った。かっこいいな。翼あるものすべての長。汝が戦いに安らぎを与える仮面とならん。かっこいい。この囚人、出会った当時に比べるとかなり成長したように思われます。
確かにな、少しは認めてやるしかあるまい。それに与えた課題以外のペルソナもまず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 成長しているようだしな。アルセーヌ見て言ってます？どうした？ペルソナの成長は公正なのでしょうか？なんだ、やぶから棒に。そんな難しい言葉知ってるの俺知らないんだけど。いえ、ふと思ったのです。我らの助けで力が育まれたとして、この囚人が更生するかは。ユラグラ・ジュスティーヌ、すべてを主の仰せつかった職務だ。それとも、主に異を唱えるのか？そうではありませんが。ああなんか変な人出てきちゃった。たかが囚人一人気にしすぎるな。せいぜいワイルドの素養とやらを振り絞らせて処刑務に励ませればいい。ワイルドだろう。今度は何だ？どういうことですか？この課題リスト、よく考えると奇妙です。課題を受ける者がワイルドの素養を持つと知っていなければ書けるはずが。バカを言うな。それではまるで誰かがこいつの訪れを最初から天天族だったのか。いいか、この囚人がワイルドであることは主ですら事前には知らなかったんだぞ。俺も天天族になるね。ふん、そもそもこれは貴様が取ったと公正に至れば。え、俺が怒られてんだか。ジュスティーヌ、こいつが減らず口をたたけるようにしてください。叩けぬよう次の課題を受け入れてやれ。クソ簡単なのお願いね。めっちゃ簡単なのお願い。誰でもできるような。赤ちゃんもバブバブ言いながらクリアできるぐらいでよろしくお願いします。頼みます。お願いします。お願いします。あー、お願いでは。それでは落下状を持ったセタンタ。あー、これもうちょっと後だな。多分できるとなったら。うん、いい顔。死ぬ前みたいな顔だね。優しさや穏やかさこそ安息の加護。そなたの仮面となり魂に平安を与えん。なんかこういうキャラいたよね。水のなんかいたよね。名前忘れたけど、あいつ回り回って古文館ゲットしたぞ。うわ、疑心作れるんだけど。キヤーキヤーキヤー、自分で言ってびっくりしたんだけど、キヤーって何？キヤーって。これいいね。四季王子もいけると思ったらアルセーヌがあのように。じゃあやめとこう。やめるのビールのですか？あなたの奇跡です。よし、でやっと本題というか話してた続きだけど、 P5R になると DLC が全部つくらしいですね。だからもうこれ以上買おうかなと思ってたんですけど、買うのはやめようかな。ね、なんだろうな。なんだっけ。あれ、何言おうとしたんだっけ。このペルソナを引き出すのです。こいついるか。イザラギ自信がゲットできるから置いといて良さそうかな。で、まあその PS5 版になると引き継げるのかっていうのが不安なんですよね。できないならまあ PS4 で続けるんですけど。で、まあ P5R はこれ以上先動画で映せないよみたいなところがあるから、そこもねできれば解除してほしいと思うんだけど、まあめちゃ無理なお話なのかもな。それはやっぱイザナギ持っとくか不安だし。座るぜ。さて今日も君の意見をと言いたいところだけど、今日はラッキーだよ。ラッキーだよ。テーブルの上にご注目。何？どれを注目すればいいの？最近はずっと心の傷や痛みについてだったり、難しい話を聞いてもらってたからね。息抜きも兼ねてデパ地下でクッキーを買ってきた。おお、やった。いつも僕に付き合ってくれるさくらくんに臨時報酬だ。金が良かった。言えるんだけど。いただきます。うん、遠慮せずどうぞ。お代わりもあるからね。そうだ。あ、そうだ。ついでにクッキーにまつわる話を。実際に置かれた心理学の実験なんだけどさ。瓶を2つ用意して、そこに同じクッキーを入れるんだ。1つの瓶にはクッキーを1枚。もう1つの瓶にはクッキーを10枚。それを半分に分けた被験者の人たちに、それぞれ食べてもらって、味の感想を聞いたんだよ。さて、どちらの瓶に入ったクッキーが好評だったと思う？ 1 枚の方。正解。ちょっと簡単だったかな。希少性の法則って言ってね、文字通り人は希少性の高いものに惹かれるもんなんだ。いわゆる限定ものをみんなが欲しがるのも、この法則が作用していると考えていい。まあ
知らなかったかな。不思議だよね。でも面白いと思わないかい。希少なものに対して欲が働くことで認知に変化が起き、認知、さらには認知、それが五感にまで影響を与えて現実との差異を生んでしまう。差異って鳴き声あるのかな。もうって言おうと思ったけど全然牛でした。要するに認識や思い込みで見方や感じ方が実際に変わってしまうんだよ。これって何気にすごいことだよね。文字読むのに必死で何がすごいかよく分かんなかったです。ちなみにさくらくんは今の話、思い込みでクッキーの味が変わったと感じることについてどう思った。虫切れは問題なし。おや、これは意外な回答だね。でもその気持ちはよく分かるよ。僕はね、大げさだけどとても素晴らしいことだと思うんだ。鈍かったり頼りなかったりもするけど、人の心は思い込み一つで幸せを感じることもできることってことだからね。ねつけちゃった。例えばさっきの話だけど、君が一枚のクッキーをとても美味しいと感じたまま僕はネタを明かさなかったとしたら、君にとってそのクッキーが美味しいことは紛らわない現実のままなんじゃないかな。確かにそうだ。うん、そう言ってくれると嬉しいよ。合わせてるんだけど、つまり何が言いたいかっていうとね、この思い込みをもっと研磨してより効果的により多くの人に使えるようになれば、これまでのカウンセリング以上に人を助けれるようになるんじゃないかなって僕は思うんだよ。とはいえただの思い込みだ。それを嘘や逃げという人もいると思うけど、たとえそうでもこの方法で人を救えるのは事実だと思うんだ。ごめんって、うわーごめんごめん。あ、それ演技じゃなくて本当にやったの。あなたも病院にね。レッツゴー。さすがに腕をこ、君には本当に感謝してるんだ。それは単に意見をもらえるからってだけじゃなくて、なんというかいい友人と話しているような気持ちになれるんだ。おっと、取引相手にこんなこと言うのは良くないかな。なんてね、親愛の情を感じる。友達多すぎ。マインドフルネス、主人公の SP が減少してる。マジで。よし、ありがとう。最近銀行に行く用事がありまして、これ使いますね。よし、貸し起こせ。アンドーナツ前もあったな、ね、アンドしたわ。たまらずアンド、さくらナビたまらずアンドしました。あ、丸木です。なんだかさっきはごめんね。本当だよ、謝れこのクソ野郎。息抜きのつもりだったのにまた小難しい話になっちゃって。面白い話だった。本当に？いや、そう言ってもらえると僕も嬉しいよ。昔から研究のことになると周りが見えなくなっちゃってさ、学生時代はそのことでしょっちゅう注意されたっけな。たたけた、たたたた、トゥットゥットゥットゥ。今日ちょっと僕元気です。警察は先月の振り込み詐欺の被害額を発表しました。例年と比べその額は急増、治安悪化を裏付ける形となりました。警察では注意を呼びかけていますが、有効な対策を打ち出せずにおる。許せないね。痛いから結構痛い。うっ、制服かよでもって。おぐり、うっ、やっぱさ、街頭の端くれとして、お前端くれでもねえぞ、やめてくれ。こういう高級なところに出入りするぐらい当然だろ。俺と君の中で遠慮はいらないよ。そんなに仲じゃないよ。言ったけどコープ3ですよ。君丸キより下だぜ。さ、何食べたい。無農薬有機野菜。なるほど、怪盗は体が資本、健康にも気を使ってるってことだね。けどそんな怪盗はワイルドじゃないな。怪ちゃんユーザーならがっかりするよ。実はさ、俺は怪盗団につてがあるって言ったらみんな食いついちゃった。おい大丈夫大丈夫、身元バレするようなヘマはしてないから。でね、でね、話のノリというか、組織の運営には金がいるとか言ったんだ。そしたら募金っていうか予想以上に額集まっちゃって、おい、スポンサーからの資金調達ってわけ。広報担当の名は伊達じゃないでしょ。ニューガンダムかよ。これ褒めた方がいいのかな。俺としては言いたいんだけど。でも、まだ合わせとくか。くぅ、こんなんで音符出るんか。だから今日はジャンジャン使っちゃっていいよ。ジャルジャル。ところでさ、こういうところの食事代も活動上の必要経費だよね。そういうので、政治家捕まってない？前にニュースで見たんだ。目的を装った資金活動は詐欺になるとか。食費は必要だけど、必要以上の豪華な外食はヒットしてアウト。そっか。そもそも寄付してもらった。お前はいいよ、良いやつ。良いやつ。
政治家もよく本当本ですよね。そうですよね。こういうの回答単で意味付けにマイナスかも。情報戦略的に考えるとやっぱこのお金は返すべきか。いい判断だ。そうだよね。回答団にはクリーンなイメージが大事だもんね。クリクリーン。君たちの善意だけで十分さとか言ってそのまま返したらまた株が上がっちゃうよ。お前は簡単に株を上げる方法をご存知だね。素晴らしい。まあこのお金はもったいないけど回答団の支持上がる結果オーライ。うん、我ながら大衆心理をつかんだ戦略。やっぱ俺こういうことの才能あるのかもな。もちろんモロチン掲示板での情報収集もこなしてるよ。良さげな種いくつもあってさ、良さげなネタ。今までは身近な噂ばっかだったけど今回は一味違うよ。まあまあ水面下でお願いしますね。あんまあの陸に上がってこられたらあのゴジラ襲来みたいに俺ら慌てるからやめてね。俺あるけどあんま使いたくないよ。なんか心の悪魔を宿すために金を求められるんで あんまダメなんです。あ、さくら今日はごめん、せっかく来てもらったのに。本当だよこのクソ野郎。俺電話相手にクソ野郎しか言ってない。今日回答団の戦略的広報担当として今日は景気づけにパーッとしたかったんだけど、まあ結果的に戦略情報戦略としては大成功ってことで結果オーライだよね。次は期待してる。任せてよ。今日ほら未来のための投資ってことで。俺には君たちのためにやらなきゃなんないことがまだまだたくさんあるからね。勉強して。もっと回答団の役に立てるよ。俺これからいろいろと頑張るよ。じゃあバイバーイ。なんか最後だけバイバーイ。バーイ。サングラスかけるべきだお前は。